関数を表現するには媒介変数という方法があるんですね。私たちは媒介変数表示された関数についての同関数、これを計算するということが当面の目標なんですが、その前に媒介変数表示というのは分かってないと話になりませんので、その準備をここでいたします。テキスト丸三ページ8行目以降でありますね。平面上動く点 P があって、その点の座標 XY。 X 座標も Y 座標もある変数 t を用いて、例えば11行目、12行目のように表されているとするわけですね。で、t の値が変わっていくにつれて、X と Y も変わっていくわけであります。それは点 p の動きを表現するということになるわけですね。そこで t を変化させて対応する点 p を座標平面上に取っていく。そのことによって曲線 c を描くことができるというわけです。 で一般に x と y という点 p の x 座標、y 座標、それを t という変数でもって媒介することによって x と y の間の関係を表現する。でそういう意味で媒介変数というふうに言うわけであります。一般に言えば18行目、曲線水上の2意の点の座標 xy が、ある一つの変数、例えば t の関数として、x が ft、y が gt、こういうふうに表されるときに、 このような表現のことを t を媒介変数とする媒介変数表示。そういうふうに言うわけであります。具体的には丸四ページの例。x イコール 2t、y イコール 4t 以上マイナス2。こういうふうに表されている。そういう曲線はどういうものであるか。これを知りたかったら、一番簡単な方法の一つは媒介変数を消去するという方法でありまして、丸二式の第一式から t イコール2分の x。 というふうに解くことができるのでこの2分の x を第2式の t のところに代入してやるでそうすると y と x の直接的な関係すなわち6行目の y=x のイナス2が出てくるこの y=x のイナス2というのが言うまでもなくこれは y 軸を対象軸とし点0ス2っていうのを頂点とする下に1つの放物線でありますねこのの放物線の に対してですね、私たちは6行目のような表現って私たちにとって非常に馴染みやすいものなんですが、それに対してこれを2行目、3行目のような形、つまり丸2っていう形で表現することができる。こういうのを放物線、えー、X の乗マイナス2の媒介変数表示というわけです。もちろん媒介変数表示は一通りではないわけですね。例えば、X イコール T 置いてやると、y は t 事情マイナス2っていうふうに表せるわけですね。それも、この6行目の放物線の媒介変数表示です。曲線を決めても媒介変数表示は一つに決まるわけではない。でも、媒介変数表示が与えられたならば、その媒介変数によって表現される曲線は、ただ一つに決まるわけであります。 もう一つ典型的な媒介変数表示を紹介しましょう。8行目。えー、x イコール3倍のコサインシータ y イコール3倍のサインシータコサインとサインこういう三角関数を用いて表現される点 xy。シータという変数が変化するとどういう図形を描くだろうかと言いますと、実は三角関数の定義によって、 このような点 xy、あるいは点3 c o s θ 3ータ,タ1 1行目。これは原点を中心とする半径3の円の周上にあって、x 軸からの同径のナス角がシーターである。そういう点の上に点 P がある。なぜそうであるか。実は9行目、10行目で表現される xy が、 この右の図のような xy であるということは、実はこのような右の図を利用して、まさに三角関数コサインシー,ター、サインシーターの定義したということですね。半径が3の円周上にある点 p に対して、原点 O から p に向かう同型 Op の x 軸からの回転角をシーターとしてやると、コサインシーターは3分の x、サインシーターは3分の y、 こう定義したわけです。その3分のって分母を払った式、それが実は丸三式の2式であると,ということですね。した三角関数の定義からこれは明らかなことであるわけです。したがってこの丸三はシーターが変化するにつれて点 P が点30を出発してぐるっと左回りに円を一周してくるわけですね。シーターが0から0以上2倍未満の値を取るとすると点 P は 点ゼロ X 軸上の点ゼロを出発して、左回りに、つまり半時計回りにぐるっとこの円を一周する。というわけです。この時に誤解している人が多いのは、9行目、10行目の丸三式。これを両辺を事乗して加える。X の乗と Y の乗を加える。そうすると、9倍のを弧してコサイン、cos の乗をたプラス sin の乗をた括弧閉じるってなる。cos の乗と sin の乗を足したものは1だから。従って15行目の式が出る。 こういうふうに理解している人が少なくないのは残念です。それは完全な誤解でありまして、実は9行目、10行目の丸三式。これで定められる点 xy が右の図に書いたような点である。したがってシーターが0以上、2π 未満の範囲を変化するときに円をぐるっと一周するに決まってるんだ。ということは三角関数、コサインシー,ター、タサインシーターの定義から出てくることなんだ。 とということですもちろん cos と s を足したら1っていう関係も大,大切なんですよ。でもそうやって単に媒介変数を消去すると曲線の方程式が出てくるというふうに捉えるだけだったらなんか不自然じゃないですか。だいたい物を消すだけで新しいいものが想像でできるはずがないですよねで実は消去というのはある論理的な処理を分かりやすく説明するための まあ言ってみれば嘘も方便のような表現に過ぎないわけです。皆さんにはぜひ本物を理解してもらいたいと思います。